当たりそう。いるけどね。ういいった。くう最高。うう。でか。でかいねこれ。1キロはあるよ。うう。でか。うわ。すごいね。でかすぎか。竿って重量っていうのは絶対大事なもんだと思うのね。長くなれば絶対に軽い方がいいと思うけど、短尺に関してはある程度の重量がないとやっぱ釣り心地にすごい影響するから、軽ければいいってもんじゃない。その点このシシクなんかはすごい重厚感がある、品のいい重量がある、使い心地がいいと思うな。これに比べて、まあ、カイクとかあと柳なんかは非常に軽く出来上がってるよね。カイクなんかは特に軽いし、引ける竿だからトーナメントとかレイ会なんかに俺は使うし、プライベートでもっと楽しみたいな、竿を曲げたいななんて思えば柳を使うこともあるし、ただこのシシクの存在っていうのかな、重厚感とかさ、使い心地っていうのはもう唯一無二のもんだよね。このシシクにしか出せないものを、この差を使いたいって思わせる、そういうものがシシクにはあるよね。普天間ってね、やっぱ俺にとっては特別な存在で、初代から数えるとシシクで4代目。初代はもう自分で買ってね使ってたけど、やっぱ特別な存在で、それからタイガー、ドッポ、そしてこのシシクと、特にこのシシクは開発にもすごい携わって、本当に苦労した竿だから、こうようやくできた。本当いいねこの竿、やばいよ。本当に使ってて気持ちいいよね。振った感じはね、先調子っぽいけどね、魚かけるとど真ん中の本調子だし、ほんとすごい竿だよな。合わせた感じもいいね。先がシャープ、すごい細くからね、水切れ感が半端なくいい。今回このシシクでこだわったのは、この頭頂設計つって、元から長さが違って先に行くにつれて短くなっていく感じ、まあ、そうすると先が短いから先調子っぽく感じるんだけど、実際竿を曲げてみるともうど真ん中の本調子、このギャップがまたいいから、これはぜひ使ってみてもらいたい。ブレにくく、ねじれにも強く、安定した竿さばきができるようにこう開発されてるんで、まあ本当の最高の竿ができたなって思います。よし、耐えた。うー、危ねえ、持った。これもいい魚じゃねえか。これもでかいよ。でかい。これ。でかい。うわ、これもシシクだから止まった感じだよな。うわ、でけえ。今回のシシクはね、ほんとね、操作性がね、抜群に良くなってる。こう、落とし込みもスムーズだし、竿の操作がすごいしやすいんで、こう、ちょっとテンションをかけたり、竿が自由に働いてくれるっていうのかな。ほんとね、操作がほんとしやすくてね、使いやすい竿になってるよね。やっぱり、やべ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 。
あぶね、さすがシシク、危なかった。うい、すんなりと沖から上がってくるぞと。これがシシクの凄さですよね。シシクの中でね、これが特に気に入ってるの、このグリップ、この握り見て、これやばいでしょ、かっこいいでしょ。俺の手のね、一部になってるような、そのぐらいね、ピタッとね、手に張り付いてくる感じ。俺これ使ったら他のグリップ握れないよっていうぐらいね、もう本当に気に入ってる。今回の、シシクなんだけど、このイメージカラーが紫、すごい綺麗ですよ。これに加えて最後は職人さんがこの節目だったり、この竹地の模様とかも一本ずつ手作りでやってるから、同じ模様の竿はない。それでいて節、シマノでは力節って言うんだけど、これがあることによってデザイン性もすごいけど、ここで力をさらに蓄えて、より竿にねじれとか、潰れがないように、よりパワフルな竿になってる。こういう竿がシシクですね。止まった。よし、でかっ、うお、いい魚。うん、ちょっとでかすぎじゃねえか。うい、でか、この魚だもん、引くよね。うわ、でかすぎ。これ1200ぐらいあるんじゃない、すごいね、この魚体でかすぎるわ。通常竿っていうと、こう釣り場に合わせて、あ、今日はこの竿でこういう釣り方で、こういう餌でみたいなイメージあると思うんだけど、シシクに関してはもうこの竿ありき、この竿を使いたいからこの釣り場に行って、こういう釣り方でみたいな、もう竿の方が主導権握ってるっていうか、今日はどうしてもシシク使いたいみたいな、そう思わせる竿だよね。